メキシコクジャクガメは、ヌマガメか赤耳ミミガメ属に分類されるカメ。模式標本の産地は、マサトランメキシコ固有種最大高長38センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。背後はややドーム状に盛り上がり、上から見ると、中央部より後方で最も幅広い卵型。甲板表面にシワが入ることは少ない。甲看板は、非常に細長い。 廃校の色彩は緑褐色や能力色。復興長は校長の89%未満。復興の色彩は炭鉱色。頭部はやや大型で、粉炭はやや突出する。光彩は青みがかった緑色。上顎の先端はわずかに凹む。頭部や頸部、四肢の色彩は緑褐色や灰褐色で、黄色く細い縦縞が入る。眼下後部に、 くさび型のオレンジ色や単石色の反紋が入り、後端は頸部に入る縦縞とつながる。容体は C パ板に筋状の盛り上がりがあり、後部円パ板の外縁がややのこぎり状に尖る。廃校の色彩は明緑色。C パ板に黒い円形や楕円形の反紋が入り、その周囲にアルファベットの U 字状のオレンジ色の反紋が入る。あばらパンには 黒い円形の半門とその周囲をオレンジ色の1から2本の筋模様が囲む目上半。円甲板には黒い円形の半門とその周囲を緑色とオレンジ色の筋模様が囲む目上半が入る。第二、あばら甲板の目上半はあばら甲板中央部の後方がそれよりも外側に入る。復興中央部に暗色半が入る。 成長に伴い多くの個体で、キールや円漢板の突起は消失し、廃坑の色彩は暗くなり反紋は不明瞭になる。種商ミオ,オルナータは装飾されたのいで用体の色彩に由来し、英明と同義。以前はメキシコからコロンビアにかけての太平洋岸に分布すると考えられていたが、本種が分布するのは、メキシコ中部の海とシソレ以外の地域に分布するのは、 中米クジャクガメとする説もある。しかし本種と中米クジャクガメの元足は混同されることも多く、また実際にグアテマラからコロンビア太平洋岸に分布するのが中米スライダーかどうかは不明な状態が続いている。メキシコギレーロ州の個体群は形態が異なりミキサイア州や本種に近縁なミキサイ州とする説もある。 標高300メートル以下にある河川やその周辺に生息する。植生は雑食と考えられている。オスはメスを追いかけて、甲子や青に噛みついて、動きを止め、メスの上に乗り交尾する。生息地では、食用とされることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。メキシコからの爬虫類の輸出は、法的に厳しく制限されているため、 アメリカ合衆国から主にゲレーロ州の個体群に由来すると考えられている飼育下繁殖個体が少数流通する。以前は本種と考えられていた中米クジャクガメのニカラグアやホンジュラスの個体群やニカラグアクジャクガメが本種の名前で流通することもあった。アクアリウムやアクアテラリウムで飼育される。飼育下では人工飼料にもえづく。フロスト、D ハマーソン、G& ギャットスデン、H、トレイキミスオルナータ、ザイユー CN レッドリストオブセレットンドスピーシーズ2007、ET63661A9743544、ドイ、10.2305、IUCN、UK2007、RLTS。 t63661a12704799en ダウンローダドオン09二2021ありがとうございます。